おはようございます、クメブロです。よろしくお願いします。お願いします、はい。カメラマンはうちの嫁ブロです。はい、今日はカイがお休みなので、はい、代わりに撮ってます。大丈夫ですか？で今日はね、はい、何ですか？喋っちゃったじゃん。頑張りますっていうことを言おうと思ってたので。あ、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はね、すごく大切な回なんですけども、なぜかと言いますと、はい、はい、こちらですね。はい、トイ JP3 久米浩平シグネチャーボード、完成して届きました。で、まあ、今回はね、この来たプロトボードをちょっとテストして、製品版に移っていくっていう感じなんですけど、まあ、これがね届いたんで、今日は、まあ、サーフィンしに来ました。前回さ、上げた動画、あれでシェイプしてたのは EPS のハイデンシティフォームなんですけど、そのボードも、はい、あ、届いてます。はい、こちらですね。これは EPS のハイデンシティボードで、なんで EPS と2本フォーム違いで作ってるのかっていうと、やっぱりね、こう EPS じゃないとわからないこと、そして PU じゃないとわからないことっていうのがあるんですよ。だから、そのどっちの板も乗って、より日本の波に合うボードっていうのを突き詰めていきたいなっていうふうに思ってるから、だからこうフォーム違いで、同じサーフボードっていうのを作ってもらいました。で、まあ、今回は、PU ボード、まあ、大体一般的にスタンダードボードは PU になると思うんで、まあ、PU ボードからどんどんテストしていきたいと思ってるんですけど、このトイ JP3 自体が、僕がよく言ってる日本専用ボードでね、日本の波っていうのは、まあ、海外と比べてやっぱりこうサイズが小さかったりするんですよ。で、平均的な波でいうと胸前後とか、湘南でいったら、まあ、もも腰とかよくあるコンディションだと思うんですけど、そんなコンディションで一番使えるボードを開発してます。あとは、まあ、ビーチブレイクがほとんどですよね。まあ、リーフブレイクもあるんだけど、ビーチブレイクがほとんどだから、イレギュラーな波にも対応できる、そんなサーフボードを、作ってます。まあね、その皆さんがね一番やるようなコンディションで、そしては僕も動画内で一番やるようなコンディションっていうのを重きに置いて開発を進めてきたボードなんですけど、まあ、トイ JP2 とはまた全然違う、モデルとしてニューリリースされますんで、アップグレード版とは言ってるものの、まあ、用途だったりサーフボード全体の形も変わってきます。自分が思ってたことが全部落とし込まれてるんで、調子がいいっていうのも間違いないと思うんですけど、まあ、さらに自分が最終に乗って気づいたことっていうのをブラッシュアップして、もっと追求していいボードをリリースできればなっていうふうに思ってます。はい、ということで今日乗っていきたいと思いますので、楽しみにしてください。お願いします。はい、お願いします。はい、
前回乗った時は初乗りした時は結構波がでっかかったんだよね、うんうん、でこのボードのコンセプトとして、まあ、日本に合うサーフボード、うん、まあ、僕が一番狙ってる波のサイズは腰、腹、胸ぐらいで、肩でも頭でもまあ乗れるし、それよりももより、もも膝ぐらいもまあカバーできるけど、ストライクゾーンはそこだよっていうボードを今作ってるんで、まあ今日千葉北来てるんですけど波は小さいです。はい、それでテストしていこうかなっていう風に思ってます。はい、まあ乗ってからどんなライディングかっていうのも話していければなっていう風に思います。はい、お願いします。お願いします。まあ、これがだいたいセットかな。うん、まあ腰ぐらいですね。うん、こういう時こそ走る性能っていうのは出るんで、いい波の時とか力がある波でサーフボードが走るっていうのは、まあ、当たり前の部分もあるじゃん。うん、まあ、波に力があるからね。こういった逆にオフショアで波が抑えられて力がない、かつサイズも小さいっていう時に走るっていうところの性能は出やすい。こういった波でテストしてよりサーフボードが走るっていうところも特化させつつ、まあ、ただ走るだけじゃ重たいボードとしてこう、ね、例えば分厚い、ね、ロングだったりミッドレングスだったり、ファンボードってなっちゃうんだけど、やっぱり僕はパフォーマンスもできるっていう、そんなコンセプトでやってるんで、まあ、走るプラスアクション性だったり操作性、その辺も、テストしていければいいなっていう風に思ってます。早速行ってみたいと思います。はい、トイ JP3 の PU、 これで行ってきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。
疲れ様でした。まあちょっと板の性能を見せれたんじゃないかなっていうふうに思ってます。上走ってた本当。うん、それこそさ手前ミスな感じになるんですけど、うん、いいっすよね。めちゃくちゃ味噌漬けだね。もう完全に味噌漬けなんですけどやっぱりその走るってるのと、うん、アクションのバランスがすげえいいんですよ。おー、うざれにきて本当にただのクソ自慢になるんですけどいやまあそれはまあ自分が作ってるからね。まあそうだね。そうそう、いいに決まってるんですけど、うん、まあ口でほらやっぱ、まあ、いくらでも言えるけどちょっとライディングしっかり見てもらいたいっていうのはありますね。当てた後とかの、うん、その滑り出しめっちゃスムースだと思うんですよ。そうだね、軽いとこでもスピード出てたしね。そうそう、このやっぱ風でちょっと抑えられがちっていうのもあるんだけど、うん、まあ、それでもあのアクション性とスピード性がなんかちょっと宣伝が宣伝臭すぎちゃってさ大丈夫もうやめるまあでも本当あのこのウィングの秘密なんですよね。それが本当はもっと言いたいんですけどまだ全部は言わないまあ僕の中ではほとんど完成なんだけど、うん、本当ちょっとだけ最後改善してリリースになると思うから、はい、その時に全貌は出したいんですけ ど、 なるほど、この板の特性含めね全てその動画にまとめてリリース前にアップするんでサーフボードの性能はそちらでね、詳しく語っていきたいんですけど、はい、まあ、本当ライディング見てあのもらえれば、まあ、良さっていうのが分かってるんじゃないかなというふうに思いました、はい、ありがとうございました。はい、寒そうなんで一旦戻りましょうリリースに向けて最終頑張っていきたいと思います、はい、いやそれでは素敵な週末をお過ごしください。久米プロでした。ハッピーウィーケンありがとうございます。楽しみにしててください。